コルセットをした女性。コルセットは女性用ファウンデーションの一種で近代から現代にかけてヨーロッパ大陸で一般に使用された。胸部下部よりウエストにかけてのラインを補正する役割を持ち、ヒップの豊かさの強調と対比的に胴の部分を細く見せた。イギリスではコルセットとほぼ同じ目的の補正下着としてステイズがあった。これは 重層的な構造を持っていたため、ヨーロッパ北部では保温目的でも着用された。20世紀中盤以降は、ファウンデーションの素材の進化とファッションの方向性の変化でコルセットは廃れており、今日では医療、運動補助用や趣味、一部の民族衣装を着用する際の送信を目的として使用されている。コルセットを着用する女性と、 それを手伝う女性のズコルセットの形状を維持するためのボーンはクジラヒゲないしは鉄鋼製であった。通常背後にはハトメに紐を通したレース部分がありウエスト部分から取り出された紐を締め付けることによってウエストを細くする。このような下着では着用に多少時間がかかるが一人で着用することも十分に可能である。しかし装着時に 手伝いがあるとよりよく、早く着付けることができる。後年、女性の社会進出とともに、コルセットが捨てれたのは、その装着に、時間や手間がかかるのも、一因とされる。ジョゼフィーヌ・ド・ボアルネの肖像を20世紀初頭、ココシャネルが、婦人服に、ジャージー生地などの新たな素材や男性服のエッセンスを導入して、日常生活における、 利便性とファッション性を両立したスーツを発表すると、窮屈なコルセットは衰退し始めた。それでも、実用的な補正下着としてのコルセットは20世紀半ば頃まで使用され続けるが、下着の生地の素材が進化するとともに多様化し、コルセットとは別種の体型補正下着が素材レベルからデザインされ、これらがコルセットにとって変わっていった。 20世紀の半ば以降になると、女性の社会進出が著しくなり、屋外での活動に適した実用的な形状のスカートが登場した。19世紀に、なお存在した重厚なペティコート、あるいはペティコート型スカートは、廃れていき、ビクトリア朝時代に盛んであった、装飾過剰で裾の長いドレスも、 20世紀の初期から半ばへとかけて、より活動的なファッションへと変化していったのである。これとともに、着脱が容易で生活運動にも、支障を来さない補正下着が、コルセットの位置を奪っていったのであり、また時代における女性に期待される、美しい体のラインの理想の変化も、ファッションとしてのコルセットの衰退をもたらす原因となった。近年は、ギプスや、腰痛緩和器といった、 医療具、腹部や腰椎部に負荷がかかる運動における肉体損傷予防及び力学的効率化を目的とした運動補助具としてその名前を残している。ありがとうございます。